佐野と違って偉いね。じゃあ続きでもするか。先々月に起きた明治天皇の即位と先月の大政奉還についてだな。そう、幕府を潰すことなく朝廷と一本化させようっていう土佐の坂本龍馬ってやつが主導した意見だ。ともあれ、この大政奉還で徳川は権力を失ったってことになる。将軍はそのまんまだしな。なんか薩摩とかがいろいろ動いてるらしいが、急に世間が変わるわけでもないさ。一つ聞いていいか？その坂本龍馬だが暗殺されたらしい。マジかよ、源さん。一体誰がやったのか話は出てるのか？坂本は敵が多いしな。倒幕派か砂漠派か。個人的な恨みなら紀州の三浦ってやつも揉めてたよな。実は僕らが一番疑われてるんじゃ。どうせ殺されんなら僕が切っておけばよかったな。おいおい、おめえのは冗談に聞こえねえよ。つうか、俺らは手出すなって言われてただろうが。知っての通り政治的な判断もあるし、私たちは近藤さんから坂本龍馬に手を出さないよう加盟されている。だけど世間はそう見てくれないようだね。現場に新選組大使の鞘が落ちていたらしい。今取り調べの問い合わせが来ているよ。どう考えても単なる言いがかりだろうよ。で、誰の鞘だって言ってるんだ？それがな、あんたなんだ、原田君。なんだ、佐野さんが切ったんだ。僕も呼んで欲しかったな。バカ言え。問題の俺の鞘はここにあるんだぜ。私もみんなも最初から疑ってないよ。だが世間が信じてくれるかわからんのが困るな。先方も犯人を絞りきれないのだろうね。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して暗殺したって話もあったよ。新選組の仕業にしたいやつもいるだろうしな。つっても俺たちが知らない以上、新選組が手を下したわけねえよ。三男さんが勝手に動いたんだとしたら別ですけどね。三男さんは大丈夫なのか？俺らから見ても最近の夜の巡殺はやり方がひでえぜ。俺らで気をつけるしかねえよ。羅刹隊の存在を表に出すわけにはいかねえし。その件についてだが。近藤さんと土方さん。って斎藤。おや、斎藤君じゃないか。
久しぶりだね。五両英治の方はどうしたんだい？ごちゃごちゃうるせえな。許すも何も。本日付で斎藤は新選組に復帰すんだよ。え？いや、ちょっと待った土方さん。俺たち的には嬉しい頼りだけどよ。それじゃあ五両英治っつうか伊藤派の立場は？まずそこから訂正を。俺はもともと伊藤派ではない。斉藤君はな、都市の名誉を受けて患者として伊藤派に混じっていたんだよ。なんだ斉藤君、僕に内緒でそんなに楽しいことしてたんだね。さっきは肝が冷えたぜ。近藤さんたちも人が悪いよ。極秘だったんでな、黙っていてみんなにはすまんことをしたな。安心するのは後だ。この半年俺は五両英治として活動したが、伊藤たちは新選組に対して明らかな敵対行動を取ろうとしている。敵対行動とは？伊藤のやつは幕府を失墜させるために羅刹隊の存在を公表しようとしてやがんだ。そしてより差し迫った問題がもう一つ。伊藤、五両英治はすでに新選組潰しに動き始めている。坂本龍馬が暗殺された件は聞いたか？ああ、何でも俺がやったとかいう話だよな。聞いたなら話は早い。その噂を流したのは五両英治の連中だ。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して原田に殺させたってな。三浦の警護は斎藤に頼むことになる。斎藤は周りから見ると伊藤派から出戻りしたようにしか見えねえからな。わきまえています。ほとぼりが冷めるまで俺はここにいない方がいいでしょう。伊藤貸したろう。羅刹隊を公にするだけでなく近藤さんの命まで狙ってると来た。残念なことだが伊藤さんには死んでもらうしかないの。いや、もう得ない。まず伊藤を近藤さんの別宅に呼び出す。接待には俺も回る。その後伊藤の死体を使って五両英治の連中を呼び出し切る。実行隊は長倉、原田、お前らに頼む。で、土方さん、僕は誰を切ればいいんですか？おめえは寝てろ。変な席をしやがるし、体調も悪いんだろう。まだ数日は斎藤もここにいるから、相手してもらってろ。恨みますよ、土方さん。五両英治はこれで終わる。平助を呼び戻すつもりがあるならこれが最後の機会になるだろう。そりゃもちろん助けて。歯向かうようなら切れ。
そんなわけがなかろう。トシだって本心では助けたいと思ってるんだ。いや、むしろ嬉しかったよ。英介は皆に慕われているのだな。長倉、原田、局長ではなく近藤勇として頼む。やってみる。これで皆自分の役割は確認したな。手伝うと言っても今回は汚い仕事だ。こんなところで何をしているんだ。一人で出歩かないよう言われているはずだが。いや、今はそんなことどうでもいい。大変な方が入った。一秒が惜しい。広間に人を集めるから手伝ってくれ。総司君は休んでいるようだったから呼ばなかったよ。はい、問題ありません。それよりことは急を要します。山崎君が慌てるとは穏やかでないね。いえ、それ自体は成功です。我々は伊藤の死体をおとりに五稜英氏を油工事におびき寄せ包囲しました。ですがその際、長倉さんたちと五稜英氏双方を包囲する形で横槍が入りました。